六本木にある老舗天ぷら店味覚をご紹介。六本木交差点から徒歩5分、水泳選手の入江涼介さんも来店したことのあるお店です。昔ながらの雰囲気で趣を感じることができます。夜は予算1万超えのお店ですが、ランチはなんと1200円で超お得。天ぷらは外はサクサク、中はプリプリで最高でした。ぜひ訪れてみてください。